今日は皆さんのに記憶力の限界に挑戦してもらいます、うん、はい、しりとり1ヶ月後完全再現ゲームでございます。はいよ、皆様にはですねこれから50しりとりをしていただきます、はいはいはい、で、まあ、1ヶ月後また皆さん集まって、はい、同じようにしりとりを完全再現していただきます。できんですね。まあこれ自己申告制になっちゃうかもしれないですけど、一応家で書き出したりしてもダメです。これはやめてください。それはもう正々堂々と表物を挟んで戦いました。はい、まあ、もしも相手のってこと間違ってことを指摘して、はい、それが成功したら2ポイント、まあ失敗間違ってこれ後で見て、あ間違ってたってこと分かったらマイナス1ポイントです、はい、うん、訂正が間違ってで普通答えられたら1ポイントです、はい、うん、高いやつが優勝でございます。それ全部覚えていれば5ポイントもらえるわけですね。そうですね、そうか、5順ですもんね。並ぶ可能性あるね。そうですね。ありますか。じゃあしりとり、おお、なるほど。あ、しりとりからスタート。そうです、しりとり、はい、はい、これもう覚えてないとダメなわけですよね。そういうことです。リンゴ、そういうことです、今リンゴがねゴーレン、うわーよくやるじゃん、そんなの。紫式部、あ、もうきついな。ブル中野、うわ、みんな崩してきてるな。崩すっていうか、そうなんですよ、逆にそっちの方がっていう気もするんですよね。ノリ、くさー、シンプルだな。リカント、何リカントって、狼型の人間、リカント、そんなこと言うの、これはきつい、や知らない言葉だもんな。それ以上にこれはみんなピリピリしてるんですよ。1ヶ月覚えてなきゃいけないんだからね、普段の生活の中で。全くやりたくないですよね。東条英機、うん、なるほどね、なるほど。梶野さんの作戦も分かります。協力、協力、はい、栗、うん、シンプル、そういう作戦か。リップス、あ、出たモンスター、モンスター、モンスター縛り。スライム、ちょっと、ちょっと、難しくなってんじゃねえよ。これは難しくなるね。ちょっと攻めてみました。これは難しくなるな。武藤敬司、人口いくら、急にトリッキーな。ラリホー、あ、なかったなんとかね、モンスターじゃないけど、逆にそれニアピンの方が難しい。伸ばし棒の時は頬にしましょうね。あ、頬で、そうですね。今んとこ思い出せるわ。マジですか。うん、だけどホタルの墓、おお、神、味噌、サークさんはなんかロープレイ縛りみたいなのありますからね、自分の中に。ソード、あー、難しくなるじゃないの、なんか剣とはごっちゃになっちゃわないかな。土井隆子、はい、もう見ない、はい、はい、じゃあこれはね、した封筒に封印させていただきます。いやこのように、はい、閉じられるようにした。ではまた1ヶ月後、うわすごいゲームだ。いや、脳に、はい、見てる人は別に、見てる人は2秒後だから、はい、何のゲームもない。我々は1ヶ月間待つんだ。1ヶ月、本当に待つんだ。我々1ヶ月間待つんだ、はい、また1ヶ月後会おう。では1ヶ月経ちました。はい、同じね、内容を再現していきたいと思います。はい、本当に1ヶ月経ってますからね。どうしました？1番林からです、はい、これ覚えてますから、はい、しりとり、りんご、ゴーレム、全然ちょうどってんの、ね、紫式部、ブル中野、ノリ、え、リカント、あ、そうだっけ、リカント言ってたわ、カイドさん、これはやばいぞ。でもあれ違う、これ覚えてたって。どうしました、どうしました、あれ見ると、ちょっと、なんだ、覚えてるなら言ってくださいよ、言ってくださいよ。あれ怖っ、一週間ぐらい毎日毎日思い出してる。あれどうしました、
緊張してます。緊張。いや本当。本番に入って。これの何に緊張するの。東郷平八郎。はい。おお。お。訂正。はい訂正。東条英機。はあ合ってるわ。そうだ。東郷平八郎って書いてある。東郷平八郎。じゃあ続いて。はい。協力。だから合ってんだよ。俺ちょっと待って、あ、クリだ。はい、リップス。すげえな、草分さん。そう、あれいかん、こらいかん。1週間ぐらい毎日やってもういけるなって思ったんですよね。そっからやめちゃったがために、そういう感じだな。これは患者さん大ピンチです。星野さんも覚えてるんじゃないかなと思ってたんで、うん、いや、そうだね、覚えてる。まあ正直言いますと、僕は林さん一個も覚えてないだろうなと思ってたんですけど、ただ一個覚えてますね。覚えてました。いや、結構覚えれるますよね。いや、ひどい。言っていただきたい。そうなんですけど、スサノオノミコト。スサノオノミコト。うわ、覚えてねえな。はい、おっ、よく覚えてんじゃん。スライム。はぁ、どうですか。でも、そうか。じゃあ、草分さん以外の2人は俺のは訂正してないってことですね。そうです、覚えてないです、僕も。続いて、林。はい。武藤敬司。え、武藤敬司でしたっけ。え、ちょっと待って。あら、あれ、おかしいな。さっきすごい自信満々じゃなかったですか。いや、覚えたんだ。え、磁石。磁石。はい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 、ちょっと何か、じゃあ2人下げたんで、書いて、で書いて、書こうか、書きましょうかね。せーの、人口いくら。あ、そうだ、おー、2人とも書いてる。これは俺覚えてたんだよ。訂正はすげえな。じゃあ僕いきますね、はいはい。ラリフォー。来た、記憶が蘇ってきた。遅かったな。ホタルの墓。あー、なるほど。神。水。はい、はい、味噌。あー、味噌だ。僕いきます。ソード。そうだ、ソードっつった。そうだ、すげえな。土井孝子。はい、以上ですか、うん、じゃあ答え合わせ。これね、血盤上、はい、破られてないことを欠板した覚えはない。はい、終わりのね。僕3ポイント。11ポイント。5ポイントということで、優勝は草木慎太郎。おお、圧倒的。よかったですね。圧倒的。よくそ、周りを覚えてましたね。全部覚えてました。周りを、まあ、印象の残るね、フレーズだったっていうのがありますね、確かに。なんだ、憎たらしいな。いや、俺全部覚えたんだけどな。自らのね、これこう結構い、毎日やってればいけるなっていう。これだ、うん、そうね、初め思ってたよりも自分のやつは覚えられました、僕は。今日は人間の可能性についてね。そうだったね。はい、やってみてください。ありがとうございました。